あ、気合入ってますよね。みたいな感じでやってるの対決するから、グッ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 力入ってる。麻雀遊戯王、みなさんこんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、イーピンくんです。そして日本プロ麻雀協会赤坂ドリブンズ所属の鈴木太郎です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日もですね、鈴木太郎プロに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。鈴木プロ、ちょっとお聞きしたいんですけどね、はい、麻雀を打つときに自分に例えばこんな癖があるなとか、打つときにどうしてもこういう風にしちゃうなとか、そういうものってありますか？ありますね。自分でもは気づいてるんですけど、はい、でもそこは出さないように。なるほど。気をつけてるつもりです。はい、タイミングとかも、はい、それはやっぱり他の方とかでもあるんですかね。やっぱどうしてもこの方は針を取るときにこういう癖があるなとか、あると思います。打ち筋があるなとか、はい、それってやっぱ見てて分かるものなんですか？僕はそこ、なんか麻雀そこを入れちゃダメって思ってて、そこを自分は見られないように気をつけるんですけど、人のは見てないんですよね、はい、ああ、なるほどなるほど。なんかもう純粋にゲームとしてしか考えてないんで。なるほど、あ、もうそういうことですね、はい、なるほど。打ち方とかじゃなく、そこは、はい、そう見ないというか、そのやでやまあ、自然と入っちゃうときあるんですけど、なんかあまりにもすごい癖だと。そうですね、そうですね。その、これはゲームだぞって思ってるのを凌駕するものがあったときはもうそれを見ちゃう、はい、だけど本当は、はい、むしろ僕出してもダメだと思ってるんですよ、癖を。なんか癖を知ってる人だけに情報を与えてるじゃんって。なるほど。正しい情報でも出しちゃダメだと思ってて、はい、それもなんか違うなって、まあ、僕は思ってるんですよね。難しい。そうですね、はい、確かに正しい情報はそれはそれで情報になってしまった時点でっていうことですよね、うん、だから本来はシャミアリが好きなんですよね。全員シャミアリだったら本当かどうかわからない方が実はフェアなんじゃないかっていう。なるほど。逆にもう、はいはい、いろんな情報を出してしまえってことですね。そう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 、その方がフェアなんじゃないかなって僕は、まあ、要はなんかフェアさを追求したいんですよね。なるほどなるほど、はい、わ、まあ、今の文化はシャミ線はなしみたいな文化はなってると思うんですけど、はい、意外と全員シャミアリの方が、まあ、競技としてはフェアなんじゃないかみたいな気持ちもあったり。そうか、逆にそれでフェアになるっていうことですよね、はい、なるほど。そうですね。ありがとうございます。はい、深い考え方。さあそんなですね、深く考えていただいている鈴木君に対してですね、とんでもなく雑なアンフェアな企画をぶつけたいと思います。今日の企画はこちら、クイズ麻雀打ってるの誰だ。さあこちらですね、麻雀遊戯王の中でも人気企画の一個になっております。早速、こちら内容を説明いたしましょう。今から5枚のプロ雀士の方の写真が出てまいります。その中でですね、5枚の写真の中で全員手元が黒いですね、まあ、黒い画像で隠されているんですけども、一人だけ麻雀牌を持って麻雀をしている方がいますので、その写真の雰囲気や打ち筋ですねなどから誰が麻雀牌を持っているのか当てていただくというクイズになります。そして今回は全てですね、以前ゲストで来てくれた松本義弘プロになっております。5枚全部松本プロの写真の中で麻雀牌を持っている松本プロは1枚だけ、他の4枚は麻雀をしているふりをしてますが違うものを持っている。例えば麻雀牌を持っているかと思ったら、例えばお菓子を持っている、麻雀牌以外のものを持っている。あ、そういうことですか。そうです、はい、ということで麻雀牌を持っている松本プロを普段の松本プロの打ち方とかですね、表情などから推察して当てていただこうと思います。でもこれ、はい、それ用に撮ったんですよね。それ用に撮りました。それは分かんないです。試合中の松だったらなんとなく、こうやって顔もすごい顔して気合入ってるのもなんか分かるような気がするんですけど、いやでももしかしたら出てるかもしれませんからね。とりあえずはその5枚の写真を見ていただいたので、はい、ちょっと見ていただきましょう。ということでですね、今回松本プロの5枚の写真はこちらになります。どうぞ。なんか顔すっごい気合い入ってなるな。やっぱ松本プロは気合い、全体的にやっぱ気合いが入っておりますね。はい、この中で麻雀顔作ってるじゃないですか。そうですね、やっぱ松本プロはね、顔を作ってくれるんですね。どれだろうな、はい、1枚ずつ大きな画像にして確認していますか。はい、はい、じゃあまず A の松本プロからいってみましょうね。はい、じゃあこちら A の松本プロ、これもキリッとした表情でですね。いやでも松は、はい、麻雀打ってる時こんな顔してないですよ。映像とかでよく見てると、
こう気合入ってる時の顔つきは分かるんですけど、はいはい、なるほど。じゃあこれも完全に作ってる表情なんじゃない。これはもう完全に作ってますもんね、表情が。なるほど、わかりました。じゃあ B の松本ポリに行ってみましょう。さあ B の松本ポリ、こちらです。いや、この顔はね、こういう顔してますよ、はい、あむしろこっちの方が自然ということですね、うん、はい、なるほど。じゃあ C の松本ポリ行きましょう。 C の松本ポリ、こちらです。これちょっとなんか平成を装ってるというか、これは、はい、ちょっとポーカー風、裏を描くと、はい、すごい楽しいの持ってますよ、なんか。なるほど、なるほど。これは、これは平然とした顔してるけど、なんか面白いもの持ってんじゃないかと思うんですね。じゃあ D の松本からいきましょう。 D の松本からいきましょうです。ニヤってしてる。ニヤリ。いや、このドヤ顔は一応、もしかしたら上がった時の顔かもしれないですね。あ、なるほど、積もった時の、はい、こんなドヤ顔しないですけど。ニヤリのドヤ顔の松本プロですね。では最後 E の松本プロいきましょう。さあ E の松本プロ、こちらです、はいね、これだけ書くと違うじゃないですか。そうですね。だから、はい、問題を当てるならこれハズレですよね。あ、ハズレなんじゃないかということですね、はい、分かりました。ということで5枚また戻していただいて、こちらすると5枚の松本プロで、マージャンパイを持ってない消去法でいきましょう。一つずつこれは違うっていうことで削っていきましょうか、はいはい、これ違うのは、はい、もう一つだけ角度違うのはもう問題として違うっぽいですけどね、はい、じゃあ、E ですね、はい、E の松本プロ、じゃあこれはまずじゃあ開けちゃいましょう、はい、わかりました。では E のプロ、E の松本プロはマージャンをしているのかしていないのか見てみましょう。こちらです。正解、 E の松本プロは一斉のしているでした。しかも松本プロが優勢で1個外しているんですよ。なるほど、リーチですね、松本のリーチの状況でございます。あ、こういう感じですね。こういう感じです、はい、こういう感じでいろんなことをしています、はい、さあ、いいね、松本プロ、違うことが分かりました、はい、さあ、残り ABCD4 枚になります。さあ、正解はどれでしょう。そういうことは、じゃあ、はい、消去法でいきますね。はい、あ、これね、気づいちゃいました、はい、気づきました、はい、A だけ、はい、左手、はい、左手が内側来てるんですよ、はいはい、そうです、ここなるほど、確かに A、内側来これなんか、はい、スマホかなんかいじってんじゃないですか。なるほど、左手にも何か持ってるぞ、はい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 、おお、わかりました。ということはこれ A は違う、違うということですね。わかりました、じゃあこれ A 見てみましょう。 A の松本プロマージャンしてるのかしらないのか。正解、 A の松本プロは急にジャンタクの長さが気になっているが正解でした。すごい、でもこうやって持ってる左手、そうですね、すごっ、急に、あれこれ縦何センチなんだろう。確かに何センチなんだろう。ごめんなさい、どうしてもちょっと一回測らせてくださいってなったのが A の松本プロですね。素晴らしいです、手が内側に入っていたことを見抜きました、はい、ということで残り B、C、D3 枚になりました。これは難しいな、難しいなぁ、ちょっとですね、手の角度とかもね全部違いますよね。違いますね、 B もすごい入ってるし、はい、C もでもやっぱ B が温泉だと思って、あれだから C が澄ましすぎてるんで、はいはい、これは、はい、ちょっと笑っちゃいそうなんで、なんか面白いの持ってると思うんですよね。なるほど、なるほど、なんか面白いの持ってると思うんですよね。じゃあ C も違うということですね。わかりました、じゃあ C は開けましょう、開けてみましょう。 C の松本プロマージャンしてるのかしていないのか。正解、 C の松本プロはジャンタクの長さだけでなく中身の構造も気になっているが正解でした。そっち、はい、開けちゃう、もう長さは分かったんですけど、中どうなってるんですかねっていう、なるほど、あることが気になりだして、ドライバーも使い出してるんですね、分解しようとしているというのが正解でした。まずいぞ、分解しちゃう。 C もマージャンしていませんでした。さあ、素晴らしいです、 B と D 絞られました。これどっちかな。普段の松本プロは積もってきた時のこの腕の入れ方ってどうなんですか。入れ方こんな感じで、あれ、なんかめっちゃ気合入ってるんですよね、はいはい、あ、気合入ってますよね、みたいな感じでやってるんで、グッグッと力入ってる、力入ってる、気迫のあるね、そうですよね。で、まあ、毎回これ画像を撮るときに麻雀牌を持っている写真は本当に自分が積もっている時の、あの感じでお願いしますとお願いします。ああ、ってことはもう答え B ですよ、はい、B が答えですか、はい、なるほど、はい、これこの B の松本プロが、答えですね、はい、じゃあ D が、D が違うということですね。こんなドヤ顔して積もる人いないじゃん。わかりませんよ、わかりませんよ、ワンイーノが来ちゃったのかもしれない、はい、
試しじゃこれ、違う方を見てみましょう、はい、じゃ D の松本プロ見てみましょう。さあ D の松本プロ、マージャンしてるのかしないのか。残念、 D の松本プロはマージャンしていました。出たドヤ顔でマージャンをしているもう作りすぎだめっちゃ真剣にもう肺が壊れるんじゃないぐらいクッツで、D の方はね、すごいグッてなってましたね。なってますね。じゃあ何持ってる、じゃあ B の方はグッて何をしてたんでしょうねっていうことで、じゃあ B を見てみましょう。 B の松本プロは何をしてたんでしょうか。こちらです。 B の松本プロはスプーンを曲げることに挑戦しているということですね。あ、力入っちゃうな。やっぱ力入っちゃうんですよね。やっぱ曲がれって念じてますからね、はい、いやでも、普段はこのぐらい力入れてますよ曲がれ普段の松本プロだったらスプーン曲がんじゃないかっていうぐらいの力入ってると思うんですね、はいなるほど。これこそいつも通りだと思うんだけどなるほど。いやでも残念でもギリギリまで行ったんですけども、正解は D ということでございました。さあ、惜しかったな。いや惜しかったですね。ここまでちゃんと考えていただいてありがとうございます。そしてですね、鈴木プロに1個お願いがあるんですけども、はい、次回またこのクイズをですね、いろんな方に出したいと思うんですけども、鈴木太郎プロにですね、この出題する側の画像でちょっと参加していただきたいんですけども、いろんなもの持っていただきたいんですけども、いかがでしょうか。あ、大丈夫です。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日もちょっとですね、この後に後でいろんなもの持ってもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ視聴者の皆さんも鈴木太郎プロが果たして何を持つのかということをですね、次回の問題の時に期待していてください。ということで今日はここまで。またねー。